台湾の半導体大手などによる大平村での半導体工場の計画が先週末突然立ち消えになりました。村井知事は夢にも思わなかったとショックをあらわにしながらも新たな企業を誘致する方針を示しました。台湾の半導体大手 PSMC とネット金融大手の SBI ホールディングスは大平村に半導体工場を建設し2027年から稼働させる計画でした。従業員はおよそ1500人、投資額は県内でも過去最大規模の8000億円以上になる予定でした。しかし今月27日、 SBI ホールディングスは PSMC 側から日本国内での半導体製造事業に対応していくことが困難になったとの通知を受けたとして共同事業を解消すると発表しました。 SBI 側は引き続き大平村で半導体関連ビジネスの集積地とする取り組みを進めるとしていますが、計画は大きな見直しを迫られています。東北の経済界、そして宮城の経済界、県内の市町村、県民の皆様、大変大きな期待を寄せておられました。まさかこのような形になると夢にも思っておりませんでしたので、大変残念に思います。今日県庁で報道陣の取材に応じた村井知事、 SBI の北尾会長からは公式発表の直前に謝罪と経緯の説明があったといいます。工場計画は一旦白紙となりましたが、県は今後 SBI とも共同で新たな企業の誘致を進めていく考えです。インフラがすべて整っていて、あれだけの面積のある工場用地というのはもう日本でもほとんどないんです。いい企業を引っ張ってくるように努力していきたいというふうに思っています。大平村の小川村長や村民たちも今後の新たな企業進出に期待を寄せています。今までやってきたこともいろいろありましたので、準備段階としてそういう部分でですね、それも踏まえた上でこれからにやはり期待をしたいなと思っているところでございます。地域が活性化するのではないかというような期待感はあったと思うんですけれども、やはり落胆している部分はあるのではないかなとは思います。村全体としてすごいこう喜んではいたんですけどもね、残念だとは思いますよ。また同じような大きな会社来てもらえればね、いいなとは思うんですけれども。